大地が作った村の始まり始まり。未来役大地。未来のおじいちゃん。未来のおばあさん。未来のお父さん。未来のお母さん。ゆうめ、はなこ、そうま。未来、あゆみ。おばあちゃん、うわ、いえ、実験室のお姉さん、不思議だ不思議なゴールデンおじいさん、今から始まり始まりである。その前に場所の紹介をする。ここは宝石池。こっからチャイムが鳴って、みんなが時間を移動します。このタイマーが鳴ったら時間がワープしてしまいます。ここは地下実験室。たくさんの瓶や動物がいます。ここの実験室は誰もいませんが、今会議中なのでだからいません。この瓶の中に何かを入れてポーションや動物を作るのです。ここはカラフル村、大地の家がある場所です。ここは村の入り口です。呪術廻戦の誰かの絵が描いてあります。ここはカラフル畑。カラフルなものがたくさんあります。特に怖いものはこの村に住んでいない人はこのネザーガントレスに倒されてしまいます。これからお話の始まり。ということで、大地のうちからスタート。はい、今日は寒いね、外。なんで大地だけこたつの上に乗っているの？こたつの上はあったかいんだ。だからずっといさせてよ。おじいさんおばあさんなんか畑で頑張っているんだよ。ウィンガシャンウィンガシャンってその言葉いらんくね。なんで？だってそれ赤ちゃん言葉だよ。ここに赤ちゃんいるやん。そうやけどさ、まあいいよ。じゃあ外に行って遊んできてねって。遊ばないよ。あれ今寒いって言ったじゃん。じゃあうどんの汁の場所に行けばいいじゃん。そうだね。じゃあみんなで行こう。そうだね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 。みんな賛成。あー今日は寒いな。なんか寒くて私台所行くの嫌だから。大地くんちのおばあちゃんとお風呂屋さんとも行こうかな。まあそうだね。でもちょっと任天堂スイッチさせてよ。私ミッキーマウスにさせてよ。俺なんかちょっとカメラちょっと見せろよ。わかったよ。イエーイ、俺の任天堂スイッチ。おい、私もやるわ。私もカメラ見ましょう。ピッピッピスイッチ。みんなみんなどこ行った私の。じゃあおばあちゃんとおじいちゃんちょっと車ちょっとエンジンかかれば見てくるね。いやー
車で行こう。でも一家族多いから2台車いるから車2台で行こう。みんなちゃんと手つないで並んだ？うん、並んだよ。じゃあ出発進行だよ。えいえいよ。ギロリギロリ。あんたも離れろ。え、なんで？まあいいや。じゃあこの硫黄を取っているこのブルドーザーを見てよ。そうだね。じゃあ、あれなんでまた流しているのかな。まだ作り中なのかな。なんか今日うどんの汁をこのブルドーザーに運んでもらうって言っていた気がしたけどな。お、やっと出てきた。写真撮る、写真、写真だって。カメラどこだ。あった、写真、写真だ、写真、カメラ。おー、やっと着いた。じゃあ入ろう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。いらっしゃいませ。お願いします。いらっしゃいませ。見て。おい。ああ、そこ滑りやすいから気をつけてね。こんにちは。いらっしゃいませ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 。にょ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 。あ、ちげえお前。お、ギリギリだ。すいません。お、そば11個ください。はい、11杯ですね。はい、わかりました。ナビの中に入っているので。ああ、ありがとうございます。ちょっと、私はちょっと具材を取ってくるので待っててください。はい、大丈夫ですよ。うわ、ブルドーザーはちゃんと働いているかな。お、どうも。いやーじゃあ、なんか運動が来たね。確かに。じゃあ、うわー、すごい。何やってんのかな。はい、で、今僕たち大地くんってどこにいると思う？わからない。大地くんのおばあちゃんに聞いてみる。うん、いいね。おばあちゃんまだ聞いてないから。だからおじいちゃん。大変、仕事。仕事が大変だ。早く燃料を持ってらないといけないな。これだ。おいしょ。着いた。燃料出てきた。まだ花研究をやりに行こう。ビートルートの種と小麦の種。終わりだ。おー、
ブルドーザー戻ってきちゃったね。つまんない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 。ならうどん屋さんに行けばいいじゃん。そうだね、うどん屋さんに行こう。じゃあみんなまた手をつなぐんだよ。よいしょよいしょ、妹こっちだよ。手つながないといけないんだよ。よいしょ、妹こっちの手つないで。あ、おっちゃちょっちょっ転んじゃった。今冬だから滑るって決まっているじゃん。よし、あと僕だ。よいし、あ、外れちゃった。あー、なかなか手がつかないよ。行こう、そば屋に行こう。よいしょ、よし。お、こんにちは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 。何騒いでいるの？あ、人数が多くなったから、ちょっとキャンプ場でそば食べるの。じゃあ、手をつないでいこう。グループに分けてね。パパと手つないで。パパと手つないで。でも3人グループだよ。猫ちゃんか。よし、パパ入れたよ。まだ並べていない感じ。ということで、鍋はこれだよ。まだ並べていないから割れないけどね。ねえ、鍋敷きを敷こうよ。そうだね。おじいちゃん持ってきた？うん、持ってきたよ。だけど鍋が忘れちゃったよ。どうするの？じゃあお兄ちゃん取ってくるぜ。その前に、あれ、おばあちゃんだ。おい、鍋が忘れているよ。ほら、子供用の鍋も。あ、落ちちゃった。じゃあみんなで楽しいパーティースタート。パーティーっていうか、
それ多いからここに来ちゃったんだけどね。ねえねえ、ジュースとかないの？それはね、うん、あるよ。持ってきてよ。マジックジュースって。よし、持ってきたよ。この中でみんなのジュースが出てくる。うわー、おいしい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 。あと、もうちょっと色よ。うん、そうだね。もう帰りたい。帰りたい。うん。え、まあ、カラオケがやっていないよね。やだ、そんなにやりたくない。じゃあ、いいよ、じゃあ帰ろう。ここら辺でもう暗くなったし、早く帰ろうよ。いいね。じゃあ帰るね。バイバイ。バイバイ。あ、みんな戻ったから僕たちも帰ろう。よいしょ。ピュー。テク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 。大地くんの家も戻ったね。兄ちゃんの家も戻ったね。ああ、家に帰ったね。お風呂に入ろう。いいね。じゃぽーん。ちょっとじゃぽーん。あれ、なんかムーブだったけど、あれ、なんか動いたね今。じゃぽーん。どれどれ。じゃぽーん。ジャポン、ジャポン。あとおばあちゃんだけだ。ジャポン。気持ちいい気持ちいい。それで10分後。もう寝よっか。お。すごっ、てってでーん。よいしょ。すごっ、てってでーん。すごっ、てってでーん。すごっ、てってでーん。てってでーん。あー、みんな遅れてごめんごめん。もう寝よう。うん、そうだね。じゃあおじいちゃんおばあちゃんバイバイ。シャーリーブラウンです。
シャキーン。チョコボールを一気に5個食べます。